はい、こんにちは。テイクアールですえ。今回はですね、過去作品からテイクアールの作品を紹介するというコーナーなんですけども、えー、今まではですね、こちらの過去作品を紹介する動画では、字幕を使っていたんですけども、えー、字幕を読みながら画像も見てということですと、ちょっとあの、字幕が読み切れないとか、画像を見切れないという話もありましたので、えー、今回は音声でお届けしたいと思います。 で、えー、こちらの作品なんですけども、まあ、ざっくり言ってですね、ワルサー P38 の重心とグリップを切り詰めた作品になります。で、えー、作ったのがですね、2014年5月の作品です。はい、えーで、まずはですね、ベース銃なんですけども、マルゼンさんのワルサー P38 です。こちらはですね、材質が ABS のモデルとなっております。 まあもうこの銃はですね、あの言うまでもなく非常に有名な銃で、テイクアールもですね、すごく好きな一丁です。はい、えー、それでは順を追って工作方法を紹介していきます、えー。まずはですね、グリップパネル、これをカットします。これはですね、横方向に、えー、ラインが入っていますので、非常に簡単ですね。ガイドラインがあるような感じになっていますので、スパッと切れるかと思います。 で、次にですね、フレーム、えー、切っていくわけなんですけども、えー、これはですね、一箇所だけ切るのではなくて、えー、二箇所切ってですね、直線部分を二箇所切ることによって、えー、中抜きという形で工作していきます。はい、えー、このような形で直線部分を二箇所切って、上と下をもう一度繋ぎ合わせる。そういう感じで工作していきます。 はい、えーで、接着の方はですね、これはまっすぐにくっつけないと大変なことになるので、えー、非常に慎重にやらなければいけないんですけども、まずはですね、瞬間接着剤で仮止めをしてから、プラリペアを持って、えー、補強しておりますで。さらにですね、ちょっとこの画像では見えないんですけども、えー、見えない部分に ABS プラ板を、えー、接着してですね、強度を持たせております。 で、ハンマーストラットの方も切るわけなんですけども、こちらの方はですね、切るだけではなくて若干形状の方も修正する必要があります。で、この作業とですね、このつなぎ合わせる作業の方が完璧にできればですね、本体の方はもうあとは難しい作業はありません。一番難しいのがこの部分となります。 はい。えー、で次にですね、グリップパネルなんですけども、えー、切りっぱなしだとこのような感じで下から見ると大きな穴が開いてしまいますので、えー、ABS プラ板を貼り付けてですね、形を整えていきます。まあ、大体ですね、このような形になるまで、えー、綺麗に成形して、あとはもう少し磨いておけば塗装しなくてもですね、下の方が黒いだけの普通のグリップに見えますので、このように工作できれば大丈夫だと思います。 はい、えー。それでは次にバレルの方の工作ですね、えー。バレルの方はですね、どこで切るかというのが結構問題になってきまして、えーまあ、そこそこ短くしてもかっこいいですし、手一杯短くしてもかっこいいということで、えー、結構悩んだんですけども、えー、ここはですね、手一杯切ることにしました。ただですね、手一杯切ると、ちょっと工作の方はいろいろと面倒になってきます。 でまずはですね、ここで切った場合、えー、マズルをですねあの、マズル先端部分を、えー、切り離してですね、中抜きのような形で戻す場合は簡単なんですけども、えー、戻さないで、この位置で切りっぱなしにするので、まずはですね、えー、後径を9ミリに直す必要があります。でまずはですね、えー、プラリペアを盛り付けて、後径が9ミリになるように整えていきます。 で、このような感じでですね、ある程度整ってきたら、次はですね、ライフリングをつけていきます。この作業はですね、薄めのプラ板を短冊状に切って、等間隔に6本、このような形で接着して、あとは形を整えれば、きれいなライフリングに見えます。で、えー、次はフロントサイトなんですけども、フロントサイトはですね、えー、スライドの 上のところに直で載せますのでスライドの R に合わせて形を削ってからですね小さなネジで裏側から固定しましたはい以上でですね本体側の工作は終了ですこのような形で仮組みをして各部がですね正常に動くことを確認しておけば大丈夫だと思いますはいそれでですね 最大の難関が、えー、このマガジンの切り詰めなんですけどもまずですねカットする位置、えー、なぜ難しいのかを簡単に説明しておきますと、えー、マガジンキャッチがですね横についているモデル例えばですけどもあの1911のように一般的なモデルですねそういう場合は、えー、下をどんなに切っても上の位置というのは変わらないんですね。 なので、えー、ガスルートの位置関係がですね悪くなるとかそういった心配はないんですけども今回のこのようなワルサー P38 のようにマガジンキャッチが下についているモデルですと、えー、切り詰めた長さが、えー、狂っているとですね えー、ガスルートの位置、えー、要するにピストンとマガジンとが密着するわけなんですけども、その密着度合いがですねきつすぎても緩すぎてもダメなんですね。でそれがですね、えー、マガジンの底を切った長さでもろに影響してきますので、この許容範囲がですねおそらく0.5ミリあるかないかぐらいの許容範囲だと思うんですね。 なのでマガジンの工作というのは非常に難しいです。それとですね、この非常に特殊な形のパッキンをパッキンが入っていまして、えー、そのパッキンをそのまま使っ といいうわけにいかないんですね、切ると。なので、えー、このガスが漏れないように、えー、切り詰めるというのはですね非常に難しくてちょっと今回この作品でテイクアウのやってる方法っていうのもかなりちょっと無茶な方法をやってますのでちょっとここではご紹介できないんですけどもマガジンに関してはかなり、えー、難しい特殊な方法を使わなければ、えー、ちょっと切り詰められないということだけ覚えておいてください。 というわけでこちらが完成画像になりますこの作品の塗装なんですけどもこちらはですねまず下地の方はキャロムのブルースチールを用いて研ぎ出しを一度していますその上からですね G スミス S の12を上塗りしてそれをですねさらにナイロン研磨パッドで研ぎ出すんですけども下地のですね、ブルースチールが少し出てくるぐらいまで研ぎ出しをしております で、あとですね、こちらのトリガーやハンマーのレバー類なんですけども、こちらの方はですね、ブルーイングの一種で、えー、ストローフィニッシュしております。はい、えー、こちらの映像が動作確認した時の当時の映像です。はい、えー、でこちらはですね、 ベイビー P38 の、えー、兄弟モデルになります。でこちらの方では、えー、重心を少しだけ残しましてマグナポートを開けております。でスライドのです、ね、右側面には、えー、オリジナルの刻印を入れてあとですねハンマーなんかも小さく切り詰めたモデルとなっております。 はい、えー。というわけでですね、今回は、えー、過去の作品から Baby、えー、P38 の方を2丁ご紹介いたしました、えー。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー。もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。